消えた北京原人の謎。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり紀行は消えた北京原人の謎について紹介していこうと思います。世紀の大発見。1929年12月2日中国北京市郊外の宝山県周公店龍骨山の森林で遺跡の発掘が行われていました。作業に当たっていた中国科学院のメンバーであり考古学者生物学者でもあった廃文中は大昔の人類のものと思われる完全な頭蓋骨を発見しました。学名ホモエレクトス北京ネンシス、いわゆる北京原人が世に出た瞬間です。作業はまだガス灯やろうそくの明かりを頼りに発掘を行っていた時代、寒風の吹きさぶ中でのことでした。12月6日頭蓋骨を北京に持ち帰った廃文中はカナダ出身の解剖学者デビッドソン・ブラックのもとに骨を送り修復作業を依頼します。ブラックたちの作業により本来の姿を取り戻した頭蓋骨は28日の中国地質学特別会議で新発見の人類化石としてシナントロプス・ペキネンシスと名付けられ発表されました。廃文中とブラックらによる北京原人の頭蓋骨発見のニュースは全世界に大きな反響を呼び起こします。化石の推定年代は68万年から78万年前とされ、この時同時に計十数人分の原人の骨も発掘されました。発表後も発掘を続けた廃文中は現代人にもつながりがあるとされる浄土人の頭蓋骨の発掘にも成功します。これら貴重な化石は北京中心部にあったロックフェラー財団が創設した北京協和医学院 B 棟のドイツ出身の客員解剖学教授フランツ・ワイデンライヒ研究所の金庫に厳重に保管されました。アメリカへの避難計画。当時の中国は蒋介石率いる北伐軍が北京に迫る中内戦状態に陥っており、さらに1930年代に入ると日本軍による居留民保護を名目にした中国侵攻も始まるなど大混乱をきたしていました。1937年7月7日北京郊外で演習中の日本軍と中国軍が衝突した盧溝橋事件が起き、これ以降北京は事実上日本の占領下に入ります。日米関係も緊張の度合いを増してきたため北京在住のアメリカ人研究者たちも帰国を急ぎ、頭蓋骨を管理していたワイデン・ライヒもアメリカの自然歴史博物館に戻ることになりました。アメリカでも研究を続けたいと思った彼は助手を務めていた古肖氏に命じて頭蓋骨の模型を作らせました。これ以降の経緯を考えるとこの時模型が作られたのは誠に幸いでした。ワイデン・ライヒが模型を携えて北京を去って数ヶ月後、貴重な資料が日本軍に奪われたり混乱の中で破壊されたりするのを恐れた廃文中は頭蓋骨をアメリカへ避難させようと準備を始めました。彼は1941年11月古肖氏吉帝教という2人の中国人女子に手伝わせ化石を2つの箱に詰めます。まず白く柔らかい紙で骨を包み、その上を脱脂綿とガーゼで覆います。さらにその上から白い紙でくるみと貴重な化石が損なわれぬよう何重にも梱包し2つの木箱に入れました。破損を恐れて木箱の中にも幾重にもフェルトを敷き詰めます。箱の外には中身が知られて奪われるのを防ぐためにただ A、B とのみ書かれ、学院のボーウェン総務長の事務室に運ばれました。総務長は他の資料とともに2つの箱をアメリカ大使館へ届けました。しかしこの作業に携わった者が最後の北京原人の目撃者になってしまったのです。これ以降この貴重な資料の行方は分からなくなり、残されていた梱包明細書の写しも戦中戦後の混乱の中消えてしまいました。以後現在まで誰一人実物の北京原人の化石を目にした者はいません。プレジデントハリソン号。アメリカから化石を迎えに新興島を目指したプレジデントハリソン号は12月8日に太平洋戦争が開戦したことを受け、日本軍に拿捕されることを恐れて長江河口付近で自ら船を座礁させてしまいます。化石はおそらく新興島まで運ばれたと思われますが、
積み込む予定の船も来ず、どうもそこに置きっぱなしにされたようで、その後の行方については何も分かっていません。北京原人の化石が消えるのニュースは世界中を駆け巡り、1942年8月23日付の英文紙北京時報の一面にも、北京教会学院に保管されていた中国原人の頭蓋骨盗まれると取り上げられました。以来今日まで多くの人間が化石の行方を探し続けています。日本軍も探したようで、憲兵隊の通訳を担当していた人の当時の様子を記したメモが残っています。それによると、ボーウェン総務長が開戦2週間ほど前に6個の箱に詰めてトーマス・クック運送店に託し、東高民校の米国兵営に運び込んだことが確認された。留置所のボーウェンに正したところ、最初は否認していたが最後には認めたとあります。しかし当時日本側の化石捜索の指揮を取っていたのは軍医たちで、本来の軍事作戦ではなかったため、軍中枢部はそれほど熱心には動きませんでした。やがて戦局が厳しくなるにつれ、この捜索も立ち消えになったようです。1950年3月には廃文中はこう証言しています。真珠湾奇襲が発生する前、二人の日本人学者が北京にやってきた。一人は東京帝大の長谷部教授、もう一人は高井助手である。日本軍は教会学院を占領すると、懸命に北京原人を探したが見つからず、二人は帰国、日本軍も捜索に加わらなくなった。以上が判明している実際の経緯です。原人の行方についてのいくつかの推測。原人の行方については失われた当初からいくつもの説が流布していましたが、その中から少しご紹介します。1、そもそも化石は教会学院から運び出されてはいない。避難させる手はずは整えられたが、アメリカ側へ引き渡すまでの安全が確保できなかったので、現在でも学院内の奥深いところにしまわれたままになっている。2、1975年にニューヨークで出版された北京原人を訪ねてという本の中に、ワイデンライヒの秘書だったヒルシェブルクという女性が北京教会学院での廃文中たちの梱包作業に立ち会った。彼女が発送作業を行ったが、その宛先は進行等ではなかったと記述されている。3、化石は教会学院を出てからどういうルート出たか日本人の手に渡った。戦後日本国内の調査で複製品は見つかったが、実物は見つからなかった。中華民国の駐日代表団のメンバーである李清氏が日本での調査と返却交渉を任せられたが、返されたのは複製品で実物は出てこなかった。4、アメリカ海兵隊のフォーリー軍医という人物が、同じく海兵隊のアシャースト大佐から教会学院で箱を受け取り、進行棟まで運ぶように命じられた。彼は箱を開封して頭蓋骨の化石であることを確認し、中身をトランクに詰め直して貨物列車で進行棟に送った。部下のデイビスが島でトランクを受け取り、海兵隊の基地に保管したが、12月8日の太平洋戦争開戦で島は日本軍に占領されてしまい、海兵隊員たちも捕虜になってしまった。その後のトランクの行方はわからない。5、中国では化石として出てきた骨を漢方薬の原料に使うことがあり、北京原人もおそらく古くて効き目の良い骨としてすでに誰かの腹に収まってしまった。だから今はもうこの世に存在しない。6、実はワイデンライヒが帰国する際に模型とともに密かにアメリカに持ち出してしまった。化石が損なわれることを恐れた廃文中と示し合わせた計画で、教会学院での梱包作業は当局の目をごまかすためのダミー作業だった。しかしこれは中国政府の許可を得ずに行われたことなので、大っぴらにするわけにもいかず、今も北京原人はアメリカのどこかの保管庫の奥深く眠っている。このようにいくつもの雲をつかむような話が残っているだけで、いまだに北京原人の行方は不明のままです。しかし紛失する前にすでにワイデンライヒが詳細な記録を残しており、彼が作らせたレプリカをもとに研究も進んでいます。ただ戦後に再開された発掘作業でも、最初に廃文中が掘り出したものほど完全な骨は見つかりませんでした。
我々はいつか北京原人発見されるの知らせを聞くことはできるのでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。